梅 D です。今週のぶち抜きフライデーの対決テーマは、もうすぐ父の日。こんなお父さん良いなぁと思う俳優は、松重豊、対、遠藤憲一、です。こわもてな役から、ちょっと頼りない役まで、幅広い役を演じる俳優対決。皆さんならどっちの俳優さんを選びますか？投票をお待ちしています。